キーリカで見たのとは全然違っていた。静かで優しい夕日だった。何してるっすか？綺麗だよな。こんな風に穏やかな世界でね、毎日ニコニコして暮らせたらいいのにな。ユーナがシーンを倒せばそうなるんだろう。また新しいシーンが生まれちゃうけどね。そうなったらまた倒せばいいよ。そうできたらいいな。ユーナならできるって。他の召喚士に負けんなよ。でもなんでシンは復活するんだ？シンは人間に与えられた罰だから。罪が許されるまでシンは消えないの。どうしたら罪は許されるんだ？大体罪ってなんすか？ああ機械使って楽したことか。ああ、でもそれってそんなに悪いことか？変なの。ん？小さな頃から当たり前だと思ってたのに。悪いから悪いと思ってたけど本当は。わからない。知らないことたくさんあるんだ。それじゃあ俺と一緒だ。召喚士がそんなことではいけませんぞ。似てた似てた。ダメだよそんな失礼なこと。あのさ、試合中は試合のことだけに集中しないとピリッと動けないんだ。うん。ああ、最前列右から5番目の女の子かわいいとか、デートするならどこ行こうとか考えてると負けちゃうんだよな。だから、ユーナも先のことは後でゆっくり考えるっすよ。めんどくさいこと考えるのはシンを倒した後でいいだろう。そうだね。でもさ、あんなでっかいのどうやって倒すんだ？究極召喚。シンを倒しうる唯一の力、究極召喚。
その力を身につけるのが私たち召喚士の旅の目的なの。究極召喚の祈り子様は北の果てで召喚士を待ってるんだ。最果ての地、ザナルカンド。ザナルカンド？勘違いするな。千年前に滅んだ都市の遺跡だ。本当に遺跡なのか？そう聞いてるけど。信用できなければ自分の目で確かめることだな。ユナ、そろそろ中へ入れ。ザナルカンド、一緒に行けるかな？うん、行く。ザナルカンドへ行って自分の目で確かめるよ。それは俺のザナルカンドじゃないって確かめたかった。
ぬやはみは。ああ、これは申し訳ない。すまないというつもりが、ついアルベド語が出たようで。あんた、アルベド人なのか。うん、私はリン、この店のオーナーです。マギレヤキセ。え？はじめましてという意味ですな。ああ、じゃあ俺も、マギレヤキセ。うん、もし興味があればアルベド語学習用の本がスピラのあちこちに置いてあります。それを見つけてアルベド語をマスターするのも楽しいですよ。お近づきの印に一冊進呈しましょう。でもあんまり得意になって話すと嫌われるかもしれませんね。ああ、アルベド人は嫌われてるみたいだもんな。あ、やべ。万面派ヨスベム。おい、出番だ。魔物を倒すんだろ。え？おお、それはありがたい。これを使ってください。あ？チョコボ乗り場行くわよ。切り攻めて押し返す。
せっかくですから、皆さんチョコボに乗りませんか。魔物退治のお礼を兼ねて、初回に限り無料にさせていただきましょう。お乗りになられるのでしたら、こちらの者に声をおかけください。 ありがとうございました。助かりました。皆さん、アンキャキアに感謝します。